今日はトマスのナイトルーティーンを見ていきましょう。まず1日の汚れを落とすために男のロマンが詰まったお風呂でバスタイム。体が綺麗になったら今日のディナーを作っていきます。疲れ切った夜のメニューは簡単な丼一択。ご飯の上にネバネバ三兄弟とキムチをご招待。最後に卵をパッカーンしたらネバトロ丼の完成。いただきます。空腹は何よりの調味料、もちろんお味もヤミー。お腹いっぱいになってベッドにゴロリンしたいけど食べた後はすぐに歯磨き。ネバトロ丼バイバイスン。そして寝る直前はいい睡眠をとるためプロテインにネイチャー缶の CBD オイルを混ぜて飲みます。このオイルにはリラックス効果があるらしい。果たして結果は